本日は小樽天狗山へようこそお越しくださいました。これより皆様を山頂駅までご案内申し上げます。宝石を散りばめたような美しい眺めの絶景でございます。 It is said that a tengu goblin lives in the mountain。 まもなく上空へが
ましても投手の技術でございます。スピード調整や音の強弱は多少人の手を借りての演奏となってまいります。そしてしまいには扉を閉められてしまいます。すかさずこのボールの影から小さなネズミが出てまいりました。僕ならもっとうまくやれたのにと少年をからかうという大変凝った作りの作品になっております。こちらジャンプと少年ご紹介させていただきました。この時間の演奏はこちらで最後になります。最後までご覧いただきまして皆様どうもありがとうございました。Thank you.